はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。チカ子とタマ様、カズ子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく、頂戴いたしまして、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。ニトリ昭雄、ニトリ会長。ニトリって、ニトリなんだ。パヨの、なんか番組に出演しまして、我々の先祖は中国人だ。気持ち悪いことを言ってんじゃねえよ。日本人の DNA はチベット、ブータンに近しいですね。古モンゴロイドタイプと判明しているので、中国人が先祖は嘘であります。こっちの方が古いんだから子孫になりようがねえだろうが。何言ってんだこの。ニトリ昭雄の先祖は中国人かも。しないですよね。私みたいに戸籍謄本公開してねえからね。我々と一緒にすんな。靴沢はですね、このじいさんが生きてるうちはニトリで買い物しません。心に誓いました。ちなみにですね、世界で最も多くネアンデルタール人の DNA の痕跡が残ってるのは日本人だそうであります。世界一古い人種は日本人かもしれないんですよね。日本人イコールネアンデルタール人の末裔説なんですけれども、ネアンデルタール人はクロマニヨン人より知能が高く争いを好まなかった。知能が高かったから無駄な争いしたくなかったんだが、ちょっとわかんないですけれどもね。徐々にクロマニヨン人と混血し、同化した。なるほどなるほど。争いを好まず知能が高い。まるで日本人じゃねえか。なんて思うんですけれども、皆さんよかったらお知り合いにこれ広めてください。世界一古い人種は日本人かもしれない。ひょっとしたら人類発祥の地かもしれないんだよな。小西文書続報。小西文書事件続報。永田メール事件みたいに、事件化しちゃいましょう。高市大臣、自粛を迫る側が証明しろ。共産党、小池晃、なんで行政文書を野党が立証しなきゃいけないのか。一般意見、当然追及側に立証責任がある。そりゃ自粛を迫ってる原告だからでしょうが、なかったことを証明しろっていういつもの。野党お得意のなかった証明しろ。これまた支持率減らすやつ。お前はスパイじゃないことを証明しろ。なんですって。その文書が事実として、辞職を迫ってるからでしょうが、なんでってね、追及側だからでしょうが、小池がですね、例えば私についてですね、あいつ万引きしました、警察がですね万引きしただろつって私を捕まえてですね、高市さんが、してないけど、警察がやってないことを証明しろ、高市お前らが証拠を持ってくる。まあ当然ですよね。警察が証拠揃える側でしょ。犯人が証拠揃えねえだろ。小池なんで我々がっていうことなんですよこれ。簡単に申しますと、なんで我々が、じゃねえよ、じゃねえよ。社民福島みずほも一丁紙しておりました。立証責任は高市さんにありますと。ないよ、あなた弁護士ですよね。非難合合でした。そもそもがですね、あの番組変更してるよねっていう内容に全く間違いねえだろ。報道介入したみたいなことを言ってですね、変更間違いなくしてんじゃん。こんなんで辞職する必要がそもそもないんだよな。高市大臣、そんな通話しとらんわ。これが弁明ですよ。高市さん、やってねえわ。でね、万引きしてねえわっていうね。小池も福島も通話してないことの証明しろって言ってて、話通じなくて大爆笑ですね。こんな連中が普段ですね、話し合いでとか言ってんだから、やはり日本語とは違うパヨ語という結論になりました。パヨと話し合いは無駄。こっちの言ってることも理解しねえし、あっちの言ってることも理解できねえから無駄という結論に達しますね。小池と福島のこの発言にですね、多数のパヨが群がってですね、その通りです。当然だ。なんでそうなんのよ、本当にもう。頭悪くないと、パヨなんてやってらんないですもんね。これでですね、正義は我にありって勘違いしたパヨがですね、ツイッター上で立証責任はどちらにありますか？アンケートを実施した結果なんですけど、こちらです。小西博之 96%、高市早苗 2%。まあまあいるわな。2% ぐらいはな。
50人に1人ですから、まあ、クラスで一番頭悪かった、同級生の、顔を思い浮かべてみてください。わからない 2%、一般意見です。墓穴掘ってて草、バーカ、まだ6日ある頑張れ。当然立証責任は訴えた側にあります。あんたらこんなんだからダメなんじゃ。開拓される3人の証人喚問ではっきりするぞ。なんだろう、この既視感は。前にもこんなことあったような、調子こいて正義や割にやりって勘違いしてパヨがアンケートをやってボケツ掘るっつね、でその結果はなんか見なかったことにして、打ち切りにしてしまうみたいなね。安倍総理ご存命中、安倍は嘘つきだ、なぜなら安倍は嘘つきだからだ、今高市は嘘つきだ、なぜなら高市は嘘つきだからだ、わけわかんないこと言ってますよパヨが。バカにつける薬ないな本当にな、たとえバカにつける薬が開発されたとしてパヨはねバカすぎてそれ飲んじゃいそう、つける薬を飲んでしまうっつね。元検事で元衆議院議員の若狭勝さん、私実は何度か会ったことあります豊島区の選挙区でしたから、内容が事実なら国家公務員法違反などに該当する機密漏刑事事件だ。池田信夫さん、この事件では事件つってますね、事件、小西文書事件、事件では秘密漏洩したものだけではなく、それを公開した小西も逮捕される可能性がある。西山事件の最高裁判例がある。似たような事件あったんだな。漏れた、漏らしたやつ、それを広めたやつも罪になる。つまり小西も有罪と。一般反応です。総理の電話を盗聴なら大事件。捏造なら公文書偽造。国策逮捕だとか騒ぐんだろうな。まあ、小西が逮捕されたらって話ですけどね。総理の電話を盗聴したみたいだし、刑法155、156条違反の疑い濃厚。白黒はっきりさせようではないか。機密漏洩再発防止のため、徹底的な捜査を、だから小西はですね、精査するな、調べんなって言ってたのが、精査どころか、捜査の危機とか笑っちゃうんですけども、徹底的に捜査されてね、嘘つきはひどい目あってほしいですね。高市大臣、言ってない。小西、精査するな、調べるな。さて、どっちが嘘つきでしょうか。バカしかいない立憲民主党に華麗なブーメラン。元 NHK の安住淳国対委員長、安倍政治の負の遺産の一つが報道介入。高市大臣は捏造だと言い張り、議員辞職まで言及している。事実と分かった以上、責任を取るべきだ。安倍政権の負の遺産が報道介入。つまりメディアに圧力かけて、みたいなことを言ってますね。事実とは合ってないんですけども、パヨは現実ではどうでもいいようで、事実分かった以上責任を取るべきだ。分かってねえって言うの。だって調べんなって小西が言ってんだからさ、分かりようがねえじゃん。さらに安住、この発言をニュースウォッチ9で流せと NHK に報道介入したことをバラされました。ニュースウォッチ9に入れろ、報道圧力を批判する野党重鎮がまさかの報道圧力というバカ現状、バカ行状、一般意見、いつものブーメラン、小物界の大物、立憲民主党は見事にバカしかいない、揃いも揃ってゴミばかり、反権力無罪という頭の悪い信仰、自分らが報道介入してるから自民もやってるだろうっていつものこと、これこそ辞職もんだろう、報道介入だやめろを報道しろって介入してた。なんかブーメランっていうより自分で自分の腹をパンチしてるイメージが私には浮かんでくんですけど、どうでしょう皆さん。これ、ブーメラン投げてもいないっていうね、自分で自分の腹パンチしてる、パヨども野党だからいいんだ、権力ないからって擁護してましたけれども、民主党がね与党だった時、松本龍復興大臣っていうのがいまして、書いたらその社は終わりだから。こいつね、童話の大物で、地元では怖いものなしなんですよ。確か福岡だか北九州しか、九州の方だったな。東北でもですね、
それが通用すると思ってこんな発言したんですけど、見事に墓穴。これどっかのあの新聞社が怒り狂って何言ってんですよ、あの報道して他社も追随せざるを得なくなったという事件がありました。ですんでね、こいつはあのバチが当たったのか、次の選挙で落選後すぐに亡くなりましたけれどもね、パヨの野党だからいいんだっていうのを見事なブーメランだな。与党だった時もやっただろう、この人民にしてこの政府ありっては言いますけれども、政治家は支持者の鏡とも言います。バカ議員の支持者もやっぱバカなんだな、バカしかいない立憲民主党に華麗なブーメラン2。泉健太代表、与党案の低所得世帯にだけ子供一人当たり5万円支給は所得で線引きや分断をしようとしている、給付所得制限撤廃を訴えました。その後、立憲も同様な法案を国会提出していることに気がつき発言撤回と事務方から上がってきたペーパーに一部齟齬があって、事務方のせいにして事なきを得た。まあ得てないんですけどね。自民党は安泰、本当に何も考えてなさそう、税金の無駄でしかない野党議員、そりゃ政権交代しないわ。反射的に噛みつくからこうなる。脊髄反射じゃなくて脳の許可が出てから喋ってほしいってまああの何も考えてないっていうのをあの綺麗に言った文章でしょうか。泉は旧民主党首脳陣よりは幾分マシだと思ってたけど気のせいだった批判が仕事とか言ってるから一貫性のある発言ができんのよ。まあ何でも反対だって知ってれば一貫性はそこには生まれませんよね。まさにあの自分で自分の腹パン、かっこ悪。これで支持者はまた減ってくな。それとも未だにですね、立憲支持してるような筋金パイはですね、このぐらいじゃ動じないのかな。っていうか言ってることを理解してない可能性もありますしね。そこまであの所得制限をなくすべきって信念があんだったら発言撤回するんじゃなくて、提出案の方、撤回して作り直せよって。泉、信念って何ですか？そのぐらい何にも考えてなさそうっすね。コラボに続き、若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パップスの3団体の住民監査請求が通り、監査されることになったそうであります。舛添公用車問題から6年ぶりにコラボ監査が実現。それから3ヶ月ぶりに3団体の監査実現という快挙。通さなかったら通さなかったで住民訴訟されんだろうなって都が判断した結果なんでしょうかね。そうするとですね、あのリーガルパンチでデンプシーロール。やっぱり交渉にはアメとムチの2兵が必要だ。バーイカンプシ。これどういうことかっていうと、君主は賞罰どちらも手放してはいけませんよ。側近にですね、王様は賞だけ与えて憎まれる罰は私が与えますって言って、罰を与える権限を奪われてしまうと、側近ばかりを人民が恐れて、王様を侮るようになりますよ、国を盗まれますよというのが官費氏なんですけれども、外務省が役立たずなのはですね、この2兵のうち、軍事力を解放できんからですよね。つまり無知の方、アメしか持ってねえんだもん、あの外交じゃなくて社交しかできんわな。WBPC ならコラボが一番マシの前評判通りにですね、どんな地獄を見せてくれるのか期待であります。領収書提出拒否されたんで不適切かどうかわからない。言っちゃう東京都の監査ですから期待はできませんけどね。そしたらそれはそれでまた訴訟でしょう。リーガルパンチ浴びせる。日本に難民する外国人の正体がこちらであります。入管発表なのかな、これは法務省かな。知人近隣マフィアとのトラブル 47.9%、借金返さないのが悪い。この 47.9% の内訳の7割が借金問題、だった。借金返さないのが悪い。近隣と揉めたんですか？引っ越せばいいんじゃないの？引っ越さないのが悪い。マフィアと揉めた？マフィアと付き合うのが悪いんじゃないの？自業自得と。
政治活動のトラブル、敵政党からの脅迫など 21.9%、信念を通そうとした結果じゃねえの自業自得では、ただで信念通せと思うなよ、政治やったらそりゃ命も狙われんですよ、渡辺おさち、渡辺だったっけかな、戦後の総理いましたよね、お腹刺されて亡くなっちゃったね、男子の本懐って本が出てますけれども、まああの男が言いたいこと言って敵に刺されるのは本懐だというようなことでね、改宗などの宗教で 6.0%、それって自分の意思ですよね、私こっち信じたいんだ、自分の国の宗教を捨てたいんだ、だから自分の国にいられなくなっちゃったんだ、それって自分の意思ですよね、本国の治安が悪い 5.3%、 本国での人種差別少数民族など 5.0%、 家族とともに難民申請 4.5%、 家族がしたから自分も、家族にくっついてきた、なんて人、日本で働きたい 2.6%、 これ難民にならないと日本で働けない理由は何なの、難民にならなくても日本で働けんじゃないの、現にね、あの実習生とかワンサト来てるしさ、でワンサト逃げてるしさ、カースト兵役忌避、LGBT など 0.6%、 おかしいな、あのパヨク、パヨ曰く LGBT に冷たい日本って、パヨは言ってんのに LGBT 法案もないとか言ってんのに、なんであの LGBT の方々が転んで日本に来んのかな、自業自得や自分の意思によるもの、トラブル 47.9%、 政治活動 21.9%、 回収 6.0%、イコール 75.8% が自業自得や自分の意思、人種や LGBT や生まれなど、なんかね、あの差別されてる場所で生まれたであるとかね、そういうですね、自分では変えられない属性をいじられることを差別と呼ぶが、自分では変えられない、何人であるとかですね、ハゲ、は入られるのかな、育毛剤とか発毛剤とかカツラかぶれって言われるのかな、差別と呼ぶが、これはそうではないんじゃないの、自分の意思とか自業自得とかが 75% でしょ、特に知人や近隣やマフィアと揉める外国人はそういう人なんだから、難民認定されたらそういう人がですね、日本では周囲と揉めないってどうして言えんだ、なんでそういう要注意人物を日本が引き取んなきゃなんねんだ、パヨ、日本は難民に冷たいって言うのにはですね、あなたは自称難民の正体知ってんですか、この数字突きつけてやればいいですね、まあね、パヨは理解しないけど聴衆は納得してそうだよな、うんっつってこっちの味方が増えるはずであります、そして多数決ね、何でも物事進めていく日本においては聴衆を納得させるのが何より大事、どうせパヨは話通じねえからほっといてね、ということで、どういうことで、メールトイさん大募集であります、一日にですね、一人か二人登録者が増えていくのを見るのが最近の私の楽しみになってます。よろしくお願いします。デトックスジャパン。